小文字の A と大文字の A 大文字と小文字はアルファベットにおける同一字母の二つの表現形である。同じ字母の大文字と小文字は同じ文字の代替表現であり、同じ名前と発音を持ち、アルファベット順に並べ替える際には同じように扱われる。多くの場合、アルファベットに属するすべての文字は大文字と小文字の二つの形を持つ。大文字と小文字の区別のことを レターケースという。一般的には大文字と小文字は混在させて使用され、読みやすさを考慮して、大文字と小文字の両方を使用する。大文字と小文字の選択は、言語の文法や、特定の分野の慣習によって規定されることが多い。聖書法では、大文字は主に文の最初の文字や固有名詞の強盗のような特別な目的のために使用され。 それ以外については小文字を使用するのが一般的である。いくつかの分野では、大文字か小文字のどちらかのみを使用することが慣例となっている。例えば、工学分野の設計図は一般的にすべて大文字でラベル付けされている。一方、数学では、大文字はオブジェクト間の関係を示すことがあり、しばしば上位のオブジェクトを表すのに使用される。 大文字用のケースと小文字用のケース、活字ケースの配置英語においては、大文字をアッパーケース、小文字をロアーケースという。これらの用語は、活字ケースと呼ばれる活版印刷用の活字を収納するための引き出しの一般的なレイアウトに由来している。伝統的に、大文字の活字を入れたケースは、小文字のケースの上に配置していた。古書大学において、 アセンダーやディセンダーがほとんどない、もしくは全くないものをマジャスキュールという。その視覚的なインパクトのため、マジャスキュールという用語は、後に一般的に大文字と呼ばれるようになったもののことも指すようになった。それに対して、ミニスキュールは小文字のことを指す。この単語はミニチュアや窃盗地味にマイナスとの混同から、ミネスキュールと綴られることが多い。これは伝統的に スペルミスとみなされてきたが、現在では非常に一般的であり、一部の辞書では非標準、または変形スペルとして受け入れられている。小文字のグリフは大文字のグリフを単に小さくしただけの場合もあれば、一見ほとんど関係ないように見える場合もある。以下に英語アルファベットの大文字と小文字を上下に並べたものを挙げる。アセンダーやディセンダーがあるため、 小文字の高さは様々である。タイポグラフィ的には、大文字と小文字の基本的な違いは、大文字が大きくて、小文字が小さいということではなく、一般的に大文字は高さが全て同じであるということである。ただし、書体によっては例外もあり、特に Q や J はベースラインよりも下にはみ出る場合もある。また、様々なダイアクリティカルマークは、 文字の通常の高さに追加することができる。小文字の高さには、一般的な小文字の高さよりも上にはみ出るものや、下にはみ出るものがあるため、バリエーションが多い。通常、B、D、F、H、K、L、T は、アセンダーを持つ文字で、G、J、P、Q、Y は、デッセンダーを持つ文字である。また、一部の伝統的なフォントや、 古典的なフォントで使われている旧式の数字では6と8がアセンダーを持ち3、4、5、7、9がディセンダーを持つ。筆記体のキリル文字1927年から1938年まで使用されていたラテン文字を元にしたアディゲゴのラテンアルファベット。ラテン文字の大文字に似た文字もあるがすべて小文字である。ラテン文字、ギリシア文字、キリル文字、 コプト文字、アルメニア文字、アドラム文字、ワラングクシティ文字、チェロキー文字、オサジ文字を使用している言語では、文字の明瞭性と読みやすさを高めるために、大文字、小文字の区別をしている。また、かつて使われていたデザレット文字にも大文字、小文字の区別があった。グルジア文字にはいくつかのバリエーションがあり、 それらを別の大文字とする試みもあったが、現代のグルジア語の書き言葉では大文字と小文字を区別していない。他の多くの言語では大文字と小文字の区別がない。これには、ほとんどの音節文字や、その他の非アルファベット文字が含まれる。大文字と小文字の区別がある文字では、一般的にテキストの大部分には小文字が使用され、大文字は、文頭や固有名詞の語頭など、 限られた場所でのみ使用される。また、強調表現で大文字が使用されることもある。当時語は、すべて大文字で書かれることが多い。キャピタライゼーションとは、単語の最初の文字を大文字にして、残りの文字を小文字にして書くことである。大文字表記のルールは言語によって異なり、非常に複雑であるが、大文字表記を採用している。現代のほとんどの言語では、 全ての固有名詞及びすべての文の最初の単語の一文字目を大文字で表記する。英語の大文字表記は文脈に関係なく、一般的な聖書法のルールに基づいて、形式的な文章では普遍的に標準化されている。文の頭文字、固有名詞、固有形容詞の頭文字を大文字にする。曜日や月の名前の頭文字や、一人称代名詞の i。 感動詞の王も大文字で表記される。一文字目の大文字と小文字の区別だけで意味が変わる。単語の組みがいくつかあり、これをキャピトニムという。継承や地位や威信を示す個人の肩書きは、人名と一緒に使用する場合や、直接の挨拶として使用する場合には大文字になるが、単独で使用する場合やより、一般的な意味で使用する場合には通常は、 大文字にはならない。また、一神教の神を指す単語は、頭文字を大文字にするのが慣例となっている。その他の単語は、通常、小文字で始まる。しかし、見出しや出版物のタイトルなど、強調するために大文字を使用する場合もある。いくつかの伝統的な詩の形式では、文法的な特徴とは、無関係に、詩の行の始まりを示す目印として大文字が、使われてきた。 ドイツ語では、固有名詞以外を含めて、すべての名詞が大文字で始まる。ロマンス語や他のほとんどのヨーロッパ言語では、曜日の名前、月の名前、及び国籍や宗教などの形容詞は、通常、小文字で始まる。いくつかの言語では、で、でも、じ、イナン、vd、ud などのように、フォーマルな敬語代名詞の頭文字を大文字にする習慣がある。 1919年11月に発行されたニューヨークタイムズの記事の冒頭でオールキャップスとタイトルケースを交互に使用している例。英語では様々な場面で様々なケーススタイルが使われている。特別なケーススタイルコンピュータプログラミングや製品ブランディング、その他の専門分野では標準的な文章では使用されない特殊なケーススタイルが使用されることがある。 7つの SI 基本単位。このうち A と K の未人名に由来するため、キャピタライゼーションされている。国際単位系における単位記号では、大文字と小文字で異なる意味を持つ。通常は単位記号は小文字で表記されるが、単位の名称が固有名詞に由来する場合は、記号の最初の文字が大文字で表記される。これは単位、記号の場合の規則であり、 単位の名称を綴る場合は普通名詞の扱いとなり、文中の場合は固有名詞由来であっても、すべて小文字で綴られる。ただし、リットルは固有名詞由来ではないため、本来は単位記号は小文字で、リットルとするべきであるが、数字の1と紛らわしいため、特別に大文字で、L と書いて良いこととされている。説当字記号の大文字、小文字は、それが付けられている。 単位記号とは無関係に決定される。比較的新しく制定された折等時については、分量単位用は小文字、倍量単位用は大文字と分かれているが、古くから使用されている倍量単位用折等時については小文字が使われている。コンピュータ用に開発された文字セットでは、大文字と小文字の各文字は別々の文字としてエンコードされている。大文字。 小文字を変換するためには、同じ文字の大文字、小文字を表す二つの文字コードを紐付ける必要がある。大文字、小文字を区別しない操作は、大文字と小文字が一致するように、文字コード表を折りたたむという考えから、ホールドケースともいう。文字列の大文字、小文字の変換は、例えば大文字、小文字を同一視した比較を行うなど、コンピュータアプリケーションでは、 一般的に行われている。多くの高水準プログラミング言語は、少なくとも、アスキー文字セットについては、大文字小文字変換のための簡単なメソッドを提供している。大文字と小文字を等価として扱うかどうかは、コンピュータシステムや場合によって異なる。例えば、ユーザーのパスワードは、より多様性を持たせ、破られにくくするために、一般的には大文字と小文字が区別される。 一方、キーワード検索を行う際に大文字と小文字を区別すると検索結果が絞り込まれすぎてしまう可能性があるため一般には同一視される。ユニコードでは各キャラクターに大文字、小文字の区別に関して大文字、小文字、タイトルケースの3種類の属性が定義されている。ここでタイトルケースとは5字や20音字の2文字目で1文字目の大小に 連動して変化するもののことを指す。これらのプロパティは、大文字小文字が異なる、用字内のすべての文字を、大小の異なる別の文字に関連づける。ユニコードテクニカルのと26で簡単に議論されているように、実装上の問題として、ラテン文字、ギリシャ文字、キリル文字の統一を試みると、大混乱を引き起こし、事実上、全ての大文字小文字操作を、 ケースセンシティブなものにしてしまう。言い換えれば、A, B, E, H, K, M, O, P, T, X, Y などの文字の形は、ラテン文字、ギリシャ文字、キリル文字の間で共有されている。ここで、同じ字型の B に対して、単一の文字コードを与えたとき、それに対応する小文字が、ラテン文字では B、B, ギリシャ文字では、ベータ、キリル文字では、 と異なっており、プログラムで大文字を小文字に変換する際に、どの文字に変換すればよいかの識別が困難になる。そのため、対応する、ラテン文字、ギリシャ文字、キリル文字の大文字も、外観は、基本的に同じであるにもかかわらず、別々の文字としてエンコードされている。ありがとうございます。